酷暑の夏ですね。この暑い中ライドを楽しんでいる方いらっしゃると思うんですが、そろそろサイクルジャージの買い足しの1枚をね探している方も多いんじゃないかと思いまして、その買い足しに何を買ったらいいかというご提案を今日はしたいと思います。リンリン。はい、こんにちは。久しぶりにフルバージョンでお送りしましたリンリンでした。暑いですね、今年の夏は。ただこの暑い中でも自転車バカの僕たちはまだまだ走り続けてると思うんですが、そろそろね、なんか買い足しのサイクルジャージ1枚が欲しいなと思っている方も多いんじゃないかと思うんですよね。まあそろそろもうね、最後の買い足しの本当に1枚かなっていう方も多いと思うので、すごい悩んでると思うんですよね。何を買おうかなみたいな、来年使えた方がいいしなとか。僕的にはまあね、前回も紹介した、まあ、目立つ1枚バシッといきましょうよっていうところもあるんですが、ちょっとそのなんか総柄とかグラフィカルなやつはいいかなって思ってる。ただ前買った、まあ、黒一色ネイビー一色っていう地味なやつからも抜け出したいということであればですね、そのまあ次なる一手はボーダーなんかはいかがでしょうかというご提案です。今日ねちょっとね、その東京ウィズで取り扱いのあるボーダーのねジャージを、まあ、集めてきたんで、それをちょっと聞き比べながらね、おすすめのものを紹介していきたいなと思っております。ボーダーね、なんでおすすめかっていうと、僕もねこの提案をするときに初め考えたんです。多分僕らの世代になってくると、まあ、ジャージ着ててもそんなにこう細く見られたいっていうか、シュッとして見られたいっていうのがあるから、まあ、できればストライプの方がいいんじゃないかなと思って、ボーダーは嫌な人多いんじゃないかなと思ったんですけども、まあうちの商品ラインナップをじゃあボーダーとストライプ探してみようと思って探したら、ストライプは一個もなくてですね、まあ、確かにサイクルジャージでストライプってなかなか見ないですし、ちょっと着こなしづらそうですよね。そもそもがサイクルジャージって結構ピタッとしたものなんで、いわゆる洋服の世界で言われがちなボーダーは少しこうふくよかに見えるよっていうところからはちょっとまあロジックが違うのかなと思ってまして、もともとピタッとしたもんだから別にボーダー着ちゃってもいいよということなのかなと思いますし、あとやっぱりそのいきなりねおじさんになって、まあ僕が前着たひまわりの花柄、東京ウィルズオリジナルの花柄みたいののグラフィカルのやつをバーンと着るっていうのもちょっとさすがに恥ずかしいよっていう人も多いと思うんですよね。だけど黒とかネイビーとかのソリッドカラーのみっていうのももう飽きちゃったなっていうところで、じゃあ次何しようって言った時の柄として、僕の中でやっぱりこのボーダーって最適だと思うんですよ。ちょっと可愛げもある、ちょっとおしゃれ感もある、でも実は着てみるとそんなに派手じゃない、誰でもこなしやすいって意味ではこのボーダーってすごく最高じゃないかなと思うんですよね。で実は東京ウィルズもオリジナルジャージって作っててすげえ今力入れてやってるんで、一気にドーンと、一気にドーンってもそんなにラインナップ増えないですけども、かなりいろいろ研究して作ってるので来年出ると思うんですが、そこでもねちょっとボーダーをやっぱ出したくて、どういうボーダーにしようかななんてことを今頭で考えてるんですけども、以前ね 4,5 年前に出したボーダーがこちらですね。これねハンドドローイングなんですよ。実はこういうボーダー柄なんだけど、こう手書き風のボーダーになってて、これめちゃくちゃ売れたんですよね実は。なんでやっぱりボーダーってすごい人気があって、ボーダーっていうと基本は白ベースにネイビー、ネイビーベースに白みたいなのをイメージすると思うんですが、今日はねちょっとそういう変わり種もありますんで一緒に見ていきたいなと思います。で、まず一番初めにお見せしているこのベロシオの、ボーダーは、まあ、ネイビーに白ラインという形ですね。で、見ての通り、全然こう、膨張して見えないですよね。まあ僕も痩せてるってあるんですけども、まあそんなに膨張して見えるようなデザインになってないですよね。まあベースがネイビーなんでっていうところもありますけども、で、ちょっとおしゃれ感があるというので、まずこのベロシオのやつがかっこいいかなという感じですかね。カラーもですね、かなりこう低めになってて、まあノーカラーまでは言わないんですけども、ちょっと今っぽいデザインにもなってますんで、まあ、そういったところの違いっていうのを楽しむこともできるのかなと。というのが1個目ですね。同じくこいつの色違いがあるので、そちらを着てみましょう。こちらが色違い。白ベースにネイビーのボーダーですね。これもなんかやっぱり夏は涼しげでいいですよね。ちょっとマリンテイストというか。で、やっぱりこのボーダーの魅力ってもう一つあって、例えば上をですね、こういうジレみたいなもんとか合わせてあげても合わせやすいというか、これが総柄とかだとちょっと色とか考えちゃうんですけども、ジレとか何色着てもかっこいいんですよ。例えばこの黄色とかも着てあげても、これベースがソリッドのカラーだったらなんか地味になりますし、総柄だったらこの黄色と喧嘩しそうだなみたいなのがあるんだけど、ボーダーだとね、あんまり喧嘩しないので、まあ、簡単に合わせられるし、かっこよくないですか？何ですか？なんかこうちょっとこうボーダーが覗いてる感じとか、そんなにこう気張っておしゃれしてんだよって感じにもならないし、この辺はねめちゃくちゃ着回し力がすごく高いというのは一つおすすめかなと思います。まあこんな感じ。秋口とかだったらもうほんとこういうウィンブレとか、まあロングスリーブでもいいですし、まあちょっとこうアームウォーマーつけてあげてね、着てあげればすごくおしゃれに決まると思うんで、まあそういう感じで使えるので、まあ今からの時期秋口までずっと長く使えるっていうのも魅力ですよね。同じくこのマリンテイストの、まあ、白地にネイビーってやっぱり、まあ僕らのさっき見せたハンドドローイングもそうだったと思うんですけど人気あるんですけども、もう一色ね同じような色の身のものがカフェロスキリステからあるのでそれ着てみます。
こっちは壁露式でしてですね、モデルにはよると思うんですが、ベロ仕様のやつよりもちょっと短めの少しタイトめな感じですね。サイズは同じく同方 XS で来てるんですけども、ちょっとこっちの方がレーシーな感じかなという感じ。壁露式でしたらさすがのフランスなんで、こういう色合い得意ですよね。ちゃんとここに赤をバシッと入れてくるところも、ちょっと通常のボーダーとは違うデザインでおしゃれに決まるかなっていう感じですかね。で、生地もね、これかなり薄手なんですね。本当真夏でもすごい使いやすい素材にはなってるかなという感じで、マリンテイストで爽やかだし、かっこいいかなという気がします。これもかっこいいんじゃないですかね。ウィンブレ合わせたら赤い線がすげえ効きそうっすね。あー、これ超かっこいいやつですねまあこういう感じで着れるよという感じ。今マリンボーダーはうちはこの2つかな。うちのオリジナルがまだあればよかったんですけど、それがないので今この2つって感じですかね。あとはまあボーダーもね、いろいろあるんで、ちょっとバリエーション見せていきたいんですが、どっちからいこうかな。じゃあプロトンドパリのポップなボーダーをちょっと見ていきましょう。はい、プロトンドパリですね。ちょっとボーダーっていうのは強引かなと思いつつ持ってきちゃいました。ブロックボーダーみたいな感じですかね。細身のラインが苦手だよっていう方であれば、これくらいのブロックな感じでこう、ボーダーっぽい色の配色になってるもんっていうのは、いいんじゃないかなと思います。前後で一応こうやって入ってる感じですかね。この辺のところも使いやすいかなと思います。ちょっとボーダーとは違うっちゃ違うのかなと思いつつ、ちょっとこういったのもあるよということでお持ちしました。あとはね、もうちょっと渋めのボーダーですかね。ご紹介していきます。これも壁露式でしたの黒に白のラインのボーダーですね。これやっぱり黒がベースなんで誰にでも着やすいんですね。とはいえですね、僕的にはせっかくボーダー選ぶんで、もうああいう派手な柄とかマリンテイストなんて言っちゃっていいんじゃないかなとは思いつつも、でもこの黒に白っていうので、もうなんかやっぱ渋くてかっこいいなとは思います。かつね、これ単に黒に白じゃなくて、これ写真だとすごいよくわかんないんですけども、こういう感じの素材なんですよ。黒に白のボーダーの間にこういう同色のトーントーンの黒のこう折り柄みたいのが入ってて、めちゃくちゃかっこいい生地なんですよね。だから単なる黒白じゃないってところも含めてみるとかっこいいかなと。で、例えばこれにさっきのウィンブレですね。秋口になってきたらこういう感じで着てあげてもかっこいいと思いますし、あとはもっと暗いトーンだけでまとめてしまうっていうのもすごいかっこいいですよね。こういう感じですかね。で、やっぱりこの時に中が単なる黒一色のもんだとちょっと寂しいんですが、やっぱこういうちょっとボーダーが入ってるだけでも随分おしゃれ感って出ますよね。なので黒地に白ボーダーっていうのおすすめするゆえんです。で、これと色違いがもう一個あるんで、これもかっこいいんで、そっちも見てください。はい、こんな感じですね。これライトグレーにブラックのボーダーです。これもさっき の黒と生地は全く一緒なんですよ。こういう折り柄が入ってる感じですね。なんでこう生地が立体感があって非常におしゃれに見えるというところなんですが、遠目に見るとそんなにこう凝ったデザインになってないので着やすいという感じですかね。これもすごいかっこいいですね。これもいちいちウィンブレ合わせてきますけども、ショートスリーブジャージにウィンブレってすげえかっこいいんですよね。こういう感じですかね。でもやっぱり中がソリッドカラーよりのボーダーの方がかっこいいかなと思います。で、この折り柄のあるモデルは少しこう温かみもあるんですよね。初めに見せた壁戸付きでしたの薄いよって言ったやつなんかは本当に生地がめちゃくちゃ薄いんですけども、このあたりは比較的生地は別にそんな厚いわけじゃないんですけども、この折り柄のおかげでちょっとウォーミーな雰囲気にもなっているので、秋とかウォームウォーマーつけてとか感じでもすごく決まると思いますんで、今買っても全然損しないんじゃないかな。はい、ちなみに今日合わせてるヘルメットがね、ジローのシンセですね。で、アルバオプティクスのデルタのウルトラですね。で、あとビブが、ベロショーのルクサバージョン2ってやつですね。別に、ジャージとビブショーツ全然ブランド合わせる必要とかも全然ないので、自由に合わせてもらっていいと思うんですよね、お気に入りで。特にビブショーツは、みんなの体千差万別で、好みも千差万別なんで、このブランドがいい、このブランドがいいって言われますけども、やっぱり自分の体に合ったものが一番良いというか、全然違うんですよ、作りが。なんで、意外に着てみると、世間一般でこれがいいと言われてもこっちの方が良かったりっていうのがあったりするんですね。で、僕なんかは本当にそのモデルによっても全然違うものがあって、イザザーのユーティリティとかすげえ好きだったり、ベロシオもこのルクサとかかなり気に入って履いてるんですよね。そのブランドがいいというよりはその中のモデルのこれがめちゃくちゃ自分にいいみたいなものがやっぱあったりするので、それは履き比べてみてね、選んでもらって、で、あんまりこうデザインにこう特徴がないもんであれば上は何合わせてもいいので、ビブは比較的そういう相性の機能で選んだ方がいいのかなっていう気がします。で、ジャージはもう自由にね、好きなもん合わせてあげたらいいかなというふうに思います。あと最後にね、もう一個だけボーダーいきます。最後のこちらだけ紹介させてください。同じくボーダーなんですけども、マルチボーダーですね。いろんな色を使ってるボーダーになってます。これもカフェドスキリストなんですけど、めちゃくちゃおしゃれですよね。で、これ入荷がちょっと遅れてたんで、夏用のサマーロングスリーブなのかなと思ってちょっといろいろ見てたんですけども、適用気温帯が16度から25度っていうことなんで、普通に初夏とか秋口に使える普通のロングスリーブでした。すいません。なんだけど、比較的ね、生地がこう柔らかくて、そんなに厚くもないので、人によってはないしはもうちょっと気温がこの30度
30度超えてくるとちょっと厳しいかもしれないですけども、そうじゃない人にとってはあの夏用のサマーロングスリーブみたいな感じでも使えなくはないのかなっていう気はします。ただ本当に真夏にすげえ推奨しますって感じではないので、それを目的に夏用のサマーロングスリーブだぜって言って買うのはやめていただきたいんですけども、まあ、これからの季節ね、もうちょっと涼しくなってきた後にガーッと使えるっていう意味では、ちょっとこの辺もね、あの同じくボーダーでかっこいいよっていう意味では見ておいていただきたいなという感じです。夏用のサマーロングスリーブはね、本当に皆さんすごい待ち望んでるかと思いますので、あの一応うちの今ねオリジナルの方で来年の夏には用意したいなと思ってます。ちょっとね僕が今忙すぎてもうその辺がなかなか調整しきれてないんですけども、しっかりそこはちょっと優先度を高めて今調整をしてますので、リリースされた際にはですね、ぜひちょっとあのチェックしていただいてポチッといただければなと思います。夏向けの、まあ、日焼け止め機能もあるロングスリーブですね、出したいと思います。はい、という感じですね。今日はちょっとうちにあるサイクルジャージのボーダーに限ってね、ちょっとピックしてみました。イザドはアソソあたりにもあるのかなと思ったんだけど、意外になかったですね、ボーダーね。まあボーダー出してるとこ出してないとこ、得意なとこ得意じゃないとこあると思うんですけど、壁のチキリステあたりはボーダー多いので、まあやっぱりフランスのこうボーダーって印象ありますもんね。結構そこら辺は強いのかなという印象もありました。ベロショーなんかも非常にこうボーダーの配色とかピッチの感覚とかはすごい絶妙でかっこいいなと思いますんで、その辺も見ていただければなと思います。というわけで今日の動画はね以上です。これからの夏の買い出しの参考にしていただければと思います。今日紹介したものはこのロングスリーブ以外は真夏でも全然使えるものになってます。というわけで今日の動画いいねと思った方はいいねの方と、めちゃくちゃ励みになりますのでチャンネル登録ね、ぜひよろしくお願いいたします。あとインスタグラムでもこういったサイクルジャージの着こなしだったりとか、まあどうやって夏を過ごしたらいいかみたいなことっていうのもコメントなんかでいろいろ載せてますので、あのぜひインスタグラム東京ウィルズの方もフォローいただければなというふうに思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。森氏でした。バイバイ。はい、ありがとうございました。個人的にはやっぱりサイクルジャージで一番かっこいいスタイルってやっぱこのロンスリーにウィンドジレを着た感じでなびかせながら走る感じが一番かっこいいかなと思うんですよね。で、下はなんかビブショーツぐらいで、だから秋口ぐらいですかね、が一番かっこいいかなとは思うんですけど、見てくれがね。こういうの着るとそういう風な時期になるなーなんて思ってすごい気分は盛り上がるんですが、実はですね、その秋物に関してアソスからついに8月の中旬ぐらいかな、秋物のデリバリーが始まります。ちょっとこの動画がいつリリースされてるかわかんないんですけども、多分動画がリリースされるぐらいの時期にアソスの秋物が徐々にこうもう店頭に並び始めるのかなと。あの大体うちのこういったパフォーマンス系って僕らが呼んでるサイクルジャージ系のブランドでデリバリーが一番早いのっていうのはやっぱりアソスなんですね。なんでまあそこからスタートして一気にガーッとこう盛り上がってくる感じなんですが、まあなかなかねやっぱ人気のあるモデルって結構早めになくなったりするんで、最近その傾向が非常に高まってます。あのやっぱり自転車人口もすごい増えてきてるんだなっていうのも実感しますし、あの人気のあるものの先物買いみたいのもすごい増えてきてるので、欲しいなと思ってるものがある方はなるべく早めにチェックしていただいて、その全部が全部揃える必要はないですけども、これだけは絶対欲しいんじゃねえってものがあるんであれば、それは早めにあの手に入れちゃった方がいいと思いますので、欠かさずね僕らのウェブサイト、あとインスタグラム、あとメールマガジンなんかもあの見ていただければなと思います。もちろんこの YouTube の方でもいろいろ情報は流してきますので見てきてください。というわけで以上です。